エドワード・エヴァレットは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の政治家。ホイック等に所属し、連邦下院議員、連邦上院議員、ハーバード大学学長、中イギリス特命全権講師、マサチューセッツ州知事、国務長官を務めた。1860年大統領選挙では、立憲連合党の副大統領候補として立候補した。 1794年4月11日、エヴァレットはマサチューセッツ州ボストンにおいて誕生した。エヴァレットは父親の所有する図書館でシェイクスピア、ヒューム、ティロットソン、シャフツベリーなどの書物を読み知識を習得した。1804年、エヴァレットはウェブスター私塾に通い、ダニエル・ウェブスターから初等教育を受けた。エバレットはその後もウェブスターと 講師ともに親しい関係を続けた。エバレットは1805年から1807年までボストンラテンスクールで学び、その後フィリップスエクセターアカデミーに通った。エバレットはいくつもの表彰を受け、優秀学生奨学金を受けた。1807年、エバレットは最年少の13歳でハーバード大学に入学した。エバレットは真面目な学者として学生や教員から認められた。 1811年にハーバード大学を卒業し、卒業生総代を務めた。エバレットは大学卒業後、ジョセフ・スティーブンズ・バック・ミンスター牧師の下で進学を学んだ。エバレットは1814年にボストンのブラトル・ストリート・ユニテリアン教会で牧師に助任された。エバレットは1812年から1814年までハーバード大学で準講師を務め、 ラテン語を教えた。エヴァレットは1815年にハーバード大学でギリシャ文学の教授に就任した。エヴァレットの経歴は得意なものであり、教授着任から2年間は有給での留学勉強を認められた。エヴァレットはドイツに渡り、ゲッティンゲン大学で1日あたり12時間から14時間の勉強を行った。エヴァレットはギリシャ語、ラテン語、フランス語、ドイツ語、 イタリア語に詳しくなった。またヴバレットはローマ法と考古学について研究し、キケロやプラトンの思想、ギリシャ美術について学んだ。ヴバレットはイングランドやフランスへも渡り、大量の書籍をトーマス・ジェファーソンへの手土産として購入した。ヴバレットはドイツにおいてアメリカ人として最初の博士号を取得した。ヴバレットは1826年に、 ハーバード大学の教授を辞職し、関心の対象を政治へと移した。エバレットは教授辞任後後も、ハーバード大学との関係を維持し、1827年から1847年まで、ハーバード大学監督委員会の委員を務めた。エバレットは1846年から1849年まで、ハーバード大学学長を務めた後、 1849年から1854年まで、及び1862年から1865年まで、再びハーバード大学監督委員会の委員を務めた。1824年、エバレットはホイック等の公認指名を受けて、マサチューセッツ州第19選挙区からアメリカ合衆国会議員に選任された。 エバレットは1825年3月4日から1835年3月3日まで5期10年の間連邦会議員を務めた。エバレットは1834年に保育党の公認指名を断り、6期目の立候補を辞退した。エバレットは第20議会で海外交委員会の委員長を務めた。エバレットはック党の中でも保守派の立場を取り、 秩序だった、た。な国家体制を求めたエバレットは議会で際立った演説者となり、共和制における政府のあり方や、新国家に求められる国民の強い団結を主張した。その当時、奴隷制度は賛否が両極化していたが、エバレットは南部の利益になるものとして、奴隷制度を容認した。エバレットはもともと奴隷制度に反対の立場であったが、議論を深めることは、 南北間での紛争や分裂につながるものであると認識していた。エバレットは1836年1月13日から1840年1月18日までマサチューセッツ州知事を務めた。エバレットは最初の3年間教育改革について深く取り組んだ。エバレットは州民の倫理観や認知能力の向上が社会の進歩につながるものであると信じた。 エバレットは、マサチューセッツ州全体を公教育の実験室とし、各学校のモニタリングを行った。エバレットは、正常な教育を監修として根付かせるために、州教育委員会を設置し、また、教師の能力向上のために、市販学校の設立を支援した。また、エバレットは、15歳以下のすべての子供に対して、昼間学校への通学を命じる法律を承認した。 州知事の最後の1年間、エヴァレットは休暇を取得し家族と共にヨーロッパを周遊した。州知事退任後、エヴァレットは、旧友ダニエル・ウェブスターの熱心な依頼を受けて、1841年9月13日に、ジョン・タイラー大統領から、中イギリス特命全権行使に指名された。エヴァレットは1841年9月13日に、 イギリス女王ビクトリアに新任状を法定した。エバレットは講師を4年間務め、交換のモテる外交官として評判を得た。エバレットはイギリスによるアメリカ船舶の差し押さえに橋を発する緊張状態を緩和するために働き、米英間の関係改善を支援した。エバレットはまたカナダとの国境紛争解決に携わった。 またエバレットは中イギリス公使在任中の1843年3月3日、ジョン・タイラー大統領から中国担当委員に指名されたが、エバレットはその指名を辞退した。1844年、大統領選挙でジェームズ・ポークが勝利し民主党が政権を掌握すると、エバレットは1845年8月8日に召喚され、イギリスでの公使生活を終了した。 エバレットは中域立講師退任後、母校ハーバード大学で学長に就任した。ハーバード大学学長を務めた5人1846年、エバレットは母校ハーバード大学の学長に就任した。エバレットはもともと学長職に関心が薄く、政界への復帰の気を伺うつなぎとして、不詳部長に就任したポストであった。エバレットは自身の創作活動や、 研究活動の時間を奪われることを嫌い、管理責任からは一歩引いたスタンスを維持した。エヴァレットは、前任者から引き継いだ、貧しい経営状態について、絶えず不満を漏らした。礼拝堂に出席する学生の身なりは貧相で、学内は荒れた状態が向上化していた。飲酒が常態化し、中庭での焚き火や売春は、日常的な出来事であった。 建物は修繕の必要があった。エヴァレットは学生からのいたずらに悩まされていたが、対立的な学生や教員を相手にして、事態改善を図るには準備不足であると感じていた。エヴァレットは学生から頑固なばあさんとあだ名をつけられ、自宅フェンスには落書きが絶えなかった。エヴァレットは学長在任中にローレンス科学学校を創設した。ローレンス科学学校は、 ルイス・アガシーの指導の下、大学院レベルの科学研究の中心地となった。また、エヴァレットは、中庭の隔離、寄付金の増加、大学図書館員の職務の明文化、学則の全面改定などを行った。1849年に、ホイック等が再び政権を握ると、エヴァレットは、学長職を辞職し、政治活動を再開した。1850年、エヴァレットは、 ミラード・フィルモア政権で国務長官に就任した旧友ダニエル・ウェブスターの補佐官となった。エヴァレットはワシントン DC に駐在するオーストリア代理公使への所管を寄贈し、1848年革命にかかるハンガリー駐在のアメリカ施設の保護を要請した。エヴァレットのこの所管はアメリカ合衆国としての権利を主張し、 民主政府達成の努力についての賛同を諸外国に求めるものであり、アメリカの外交政策の重要な声明となった。エヴァレットは1852年11月6日、国務長官、ウェブスターの死去に伴い、フィルモア大統領から公認の国務長官に指名された。エヴァレットは、フィルモア大統領の任期満了となる1853年3月3日まで国務長官を務めた。 エヴァレットの国務長官としての任期は半年もなかったが、キューバにおけるスペインの主権を保障するというフランスの提案を拒否し、領有権はアメリカにあると断言したことから、柴叩く間に有名になった。エヴァレットはまた、マシューペリー巡賞の日本派遣、ロボストをめぐるペルーとの論争解決などを行った。1853年3月4日、エヴァレットは、 ホイック党の公認指名を受けて、アメリカ合衆国上院議員に選任された。エヴァレットは、第33議会において1854年4月6日に、国民からの2通の請願書を公開した。1通は、マサチューセッツ州デナムの住民からの請願書であり、ミズーリ妥ー協への反対を求めるもの。もう1通は、ペンシルベニア州ゲティスバーグの住民からの請願書であり、 在外アメリカ人の心境の自由の保障を支持するものであった。エバレットは奴隷制度をめぐるカンザスネブラスカ法が上院での議決にかけられた際、投票を棄権した。エバレットは奴隷制度に反対する有権者から非難を浴びた。エバレットはその後、投票の直前に病気にかかっていたことを明らかにしたが、結局カンザスネブラスカ法が可決した。 翌日の1854年6月1日、連邦上院議員を辞任した。立憲連合党の選挙ビラ。左は大統領候補ジョンベル、右が副大統領候補エバレット。連邦上院議員退任後、エバレットは政治的追求を逃れるため、国内各地を周遊し、連邦体制の維持を呼びかける活動を行った。1858年、エバレットは ジョージ・ワシントンの邸宅、マウント・バーノンを保存するための募金活動に乗り出した。エヴァレットは、ワシントンの人柄や業績について、抗議を行い、ワシントンが、現在の連邦体制の確立に大きく貢献した、ことをアピールした。エヴァレットは合計で129回の演説を行い、69,064ドルをマウント・バーノン夫人協会に寄付した。 エバレットは1860年の大統領選挙に立憲連合党から副大統領候補として立候補したが敗北した。南北戦争が開戦するとエバレットは北部が死州国を強く支持した。エバレットは政府の軍事行動を支持するよう北部各地で抗議や演説を行った。エバレットはその時代の人間の中でも最上級の弁論家で、 あるとの評判を獲得していた。エヴァレットは、ゲティスバーグの戦い後に、ゲティスバーグ国立墓地での県能式典で、基調演説を依頼された。式典は1863年9月23日に行われる予定であったが、エヴァレットはわずか2ヶ月足らずの期間では十分な準備ができないと組織委員会に伝え、式典の延期を求めた。委員会は、エヴァレットの要求に応じ、 式典は11月19日に延期された。組織委員会は時間的余裕ができたため、組織委員長のデイビッド・ウィールズは大統領のエイブラハム・リンカーンにも適切な短いスピーチをしてくれるよう要請した。エヴァレットは県の式典において2時間の大演説を行った。この演説においてエヴァレットは古代から現代へと至る自由への英雄的努力は、 アメリカの戦場で示された勇気や犠牲へとつながるものであると述べた。エバレットは連邦体制の維持こそが戦争の大義であるとし、最終的に南北は再び統一されるだろうと予想した。エバレットは強い合衆国こそが戦後の復興を牽引するものであると主張した。エバレットの演説後、リンカーン大統領が続いて2分間の有名なゲティスバーグ演説を行った。 エヴァレットは、その演説を高く評価し、翌日に感想を手紙に記して、リンカーン大統領に送った。各下が2分間で到達された、この式典の革新に、私が2時間かけて、ようやく近づくことができたとうぬぼれることができたなら、嬉しい限りです。エヴァレットの墓所エヴァレットは1864年の大統領選挙で、 リンカーンを強く支持し、合衆国各地で演説を行った。エヴァレットは選挙戦の最終段階に、ボストンのファニエルホールで、数千人の人々からその惜しみない努力を、称賛された。このファニエルホールでの演説が、エヴァレットの最後の公開演説となった。エヴァレットは演説活動と長旅により疲弊し、健康を損なった。そして1865年1月15日。 エヴァレットは肺炎により、ボストン市内で死去した。エヴァレットの遺体は、マサチューセッツ州ケンブリッジのマウント・オバーン墓地に埋葬された。ペンシルベニア州エヴァレットとマサチューセッツ州エヴァレットは、エヴァレットにちなんで名付けられた。ボストンのドーチェスターにある、マサチューセッツ・アベニューとコロンビアロードの交差点、エドワード・エヴァレット・スクエアもまた、エヴァレットにちなんで命名された。 交差点近くに位置する小学校にもエバレットの名が付けられている。マサチューセッツ州ウィンチェスターのエバレットアベニューはかつてその地域にエバレットが土地を所有していたことから名付けられた。アイオワ州スーシティのエバレットスクールもエバレットにちなんで名付けられた。1890年と1891年に発行された額面50ドルの銀賞券には エヴァレットの肖像が描かれた。収集家の間でエヴァレットと呼ばれているこれらの証券は現代でも法定通貨として使用することができるが、その希少価値は高く3000ドルを超える値段で売買されることもある。サンフランシスコ連邦準備銀行のアメリカ通貨展示所にある50ドル銀証券はオンラインからも閲覧可能である。エヴァレットの両親は 牧師のオリバー・エバレットとルーシー・ヒルであり、共にイングランドから17世紀にマサチューセッツへ入植した移民の末裔であった。エバレットは1822年にボストンの上流実業家の娘シャーロット・グレー・ブルックスと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。アン・ゴー・ラム、エバレット・シャーロット・ブルックス・エバレット・グレース・ウェブスター。 エヴァレット、エドワード、ブルックス、エヴァレット、エヴァレット、ヘンリー、シドニー、エヴァレット、ウィリアム、エヴァレット、左から、ジョシュア・クインシー、エドワード、エヴァレット、ジャレド・スパークス、ジェームズ・ウォーカー、コーネリアス・コンウェイ・フェルトン、サーティ、サード・コングレス。 ニューヨークタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.frbsf.org スラッシュカレンジースラッシュメタルスラッシュ silvercerts スラッシュ 622.html ありがとうございます。